りました。永瀬はオリンピック後初めての大会。初戦から危なげなく勝ち上がります。決勝の相手はこれまで対戦のないドイツの選手。密着した体勢からの技が得意です。序盤、永瀬は距離を取り相手の力を見極めます。残り1分半、あえて相手が得意な密着した体勢に応じました。狙っていたと返し技でポイントを奪います。そのまま抑え込んで一本勝ち。永瀬は隙のない強さを見せ、2年ぶり3回目の優勝を果たしました。4年後の東京オリンピックに向けて、いいスタートが切れて、嬉しいです。終わりました。永瀬はオリンピック後初めての大会。初戦から狙っていたと返し技でポイントを奪います。残り1分半、あえて相手が得意な密着した体勢に応じました。密着した体勢からの技が得意です。序盤、永瀬は距離を取り相手の力を見極め、投げなく勝ち上がります。決勝の相手はこれまで対戦のないドイツの選手。